はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら。30フィグ06分の1ウルトラマンスーツティガです。はい、ウルトラマンティガのメカニカルなスーツバージョン来た。漫画版ウルトラマンのウルトラマンスーツをデザインされてる清水先生が描いたティガ版のウルトラマンスーツで、一応プラモデル版が発売したり、このデザインのタイプチェンジ系も出てますから、すでに立体化はされてたんだけど、今回大きな 6分の1サイズで商品化と。しかも完成品フィギュア。定価は2万円とかで、僕は Amazon で予約して買いました。1万5000円ぐらいだったかな。値引きがあってちょいお買い得めでしたね。で、ウルトラマンスーツ関連に関しては、こういう漫画とかアニメには登場しないけど、スーツ化されてるものはアプリも含めて結構あるんだけど、ちゃんと清水先生がメカニックデザインされてるのは、意外と少ないんじゃなかったかな。特に今、ウルトラマンスーツ系はアーツとこのフィグゼロ関連でフィギュア展開をして みたいででで今僕どっっちで集めててくかを迷ってるんですよねとりあえずフィグゼロ自体を買ったことがなかったのでまずはティガースーツを購入してみましたので中身確認しましょうしかもなんかオリジナル武器とかもつくんでしょおーおーあやっぱなんかセンチネルっぽいなスパークレンスとかが剣になってるみたいなんだけどこれこれ。 あ、やっぱすごいな相当がっつり塗装入ってるな。あ、でも、プラモデル版作った後だと意外と体周りがヌメッと生き物感あるかも。あー、あ、すごーい。全然プラモデル版のがっちりエッジがかかった感じとはまた違うな。これがフィグゼロ的なアレンジなのかな。センチネルよりもうちょっと アーツに近い感じだ。アーツ系ウルトラマンスーツね。ただ、内容物がかなり豊富で、ウルトラマンティガスーツ本体プラス、ウェポンずっとしか乗ってませんね。ガッツの武装をちょっとイメージしてるのかなそしてこれだ、スパークレンスがめちゃデカな剣になってんのよ。あとはゼペリオン光線、射出用の交換パーツ。エフェクトはついて、光線はエフェクトとかはついてませんね。 ただ手首パーツなんか別で8個も付いててなかなかの豪華仕様。はいじゃあまずサイズ比較いきましょう。今回のフィグゼロプラモ版のティガスーツ新校長のウルトラマンティガで普段のアーツの14.5センチからすると大体倍ぐらいの高さになっててまあ6分の1相当としてはいつも通りただやっぱり約2万円のアイテムってことで見た目の豪華さすごいね。 そしてプラモデル版と比べるともうちょっとエッジのかかってた造形から全体的に元のねティガの姿のようなぬめっとした部分なんかもあってやっぱシリーズが違うからアレンジの仕方も変化してるんだなさらに元々のティガーと比べると白い目とかは引き継がれてなくってただおでこのポインターとかこの角周りのへこんでる感じなんかは同じだし胸周りの配色なんかも おおよそ似てますね。こうやって見るとメカニカルなデザインでありながら配色、色の入り方は相当元ネタを意識したものになっております。お気に入りの1 6分の1スケールのセンチネル版と比べるとこうで並べてみると質感の高さそんな変わんないな。パーツの細分化もセンチネル版の方が細かいかなと思ってるけど分かった。こっち合金使われてるからちょっとそれで見た目の質感の 違いがあるんだな。なので、まあ、価格もそんな変わんないってことで、センチネル版的な質感を求めてた僕的には、 ああフィグゼロ版いいなやっぱアーツじゃなくってこっちで集めるか、ウルトラマンスーツ。付属の武器も確認しましょう。まず銃が2つあって、この小さい方の先端引っ張ると外れますので、そうなると完全にガッツハイパー。アタッチメントでパワーアップ的な感じを考えると、やっぱりガッツ単位の武装をある程度意識してるのかなと。はい、ガッツハイパーっぽい銃武器全体ぐるっと、 見回すとこうでめちゃくちゃ丁寧な造形で作られてますね。ガンメタけで。この2モードで遊べるのと、こっちの先端のパーツもカチッとはまりますね。 そしてもう一種類の銃武器が、トリガーがここに隠してあって、こう両手持ちする感じの武器かな。形状としては固定で見回すとこうで、これもめちゃくちゃかっこいい。先ほどのガッツハイパーの先端パーツをこちらにはめて、ロングバレット的な射撃武器にすることも できるし、この部分にちょうどパーツが入りますので、はい、これで超巨大武器が完成と。この状態が一番好きかな。元々のこのガッツハイパー的な重武器からすると二回りぐらいサイズが大きくなってますよね。なので連結して様々なパターンで遊ぶことができます。そして、スパークレンスソードって言った方がいいのかな。おなじみのスパークレンスが メカニカルなデザインになりつつ、クリアパーツ使いのロングソードの形状になってて、スパークレンス自体が武器になるっていう。まあ、でも、あれか、ウルトラマン X の劇場版で X スパークレンス弓武器になるやつがありましたもんね。剣と銃が付いてると。ゼペリオン光線用の交換パーツが付いてて、内部パーツが剥き出しになってる感じね。もうこれはシンプルに手前に 引っこ抜くと外れますので、同じように上から押し込んであげれば、光線技のパーツ展開状態とノーマル状態で、このような見た目の変化を楽しむことができます。はい、全体ぐるっと見回すとこうで、もちろん、色の省きなんかは一切なくて、はい、近づいて、今一度、墨入れがめちゃくちゃ細かく入ってる各箇所に。 唯一、ここの関節部分のブラックが成形色で、それ以外は全部足裏までも、背面とかも塗装だもんね。しかもこれ LED 発光ギミックがあって、ここ引っ張れば、後ろ半分、ほら、取れますので、外してあげると、あ、すごい小さいあれだな、電池使うやつだな。これしかもね、もう一個下も外れて、カラータイマーとポインター部分、 両方とも光るらしいんですよね。説明書には AG1 って書いてあるんだけど、AG1 なんて電池調べても出てこないし、ボタン電池で一番小さいのは LR41 なんだけど、はまんない。まあ発光はこことここが光るってことだけお伝えしておきます。可動はまず顔は首上下2箇所でよく動くし、 アーマーは肩にひっついてますので、5とロール OK と。で、二の腕ロールあるし、ここはある程度、あ、結構引き出しいけるね。で、引き出してもこんな中のパーツまで豪華。肘は、あ、めっちゃ曲がるめっちゃ曲がる可動すごいな、フィグゼロ。で、ロール。胸も、ここさ、別パーツになってるから、 胸こうやってされた時に隠れるんですよ。で、ロール、胸、胸アーマーでいけるし、腰も別であって、ここのサイドアーマーは軟質だ。付け根関節は引き出すことができるし、前後ここまで動いて、膝、可動も、あがっつり曲がるね。で、アンダースーツ的なブラックが見えるのがいい。 で足首も,先もありますこれはさ、アイアンマン着地いける系のやつだな。着地決めポーズ取らせられるのいいな。ほら、ちゃんと膝立ちからのもうちょっとしっかり設置か。お角度調整簡単。可動すごい言うの。ちょっとやっぱ僕が今後集めるべき フィギュアアイテムはウルトラマンスーツ系の。ま、ほんとアーツか、プラモデル版か、フィグゼロって感じだと思いますけど、いろいろ出てるのは。フィグゼロっぽいな。いや、こりゃすげえ。なので、キックポーズ的なものも、相当取らせやすいんじゃないわ、肘のね、肘の周り具合がえぐい。最近の、真骨頂とかと、同レベルの動かしやすさかな。おお。ー。 やべえ楽しいフィグゼロ動かして楽しいのいいね。意外とそんなに関節稼働気を使わなくてもカチッと動くし。腕組みからのあぐらみたいな。ほら、こんなポーズも簡単にできるってやばくないなので、ティガ的な光の巨人っぽいポーズも、自立安定性も全然いいね。結構引かないと画角に収まらないぐらいだけど、ほら。 できるし、タッチキック的なすげえ足開くポージングだったりとか、パンチポーズ的な、ほら、付け替えはあら簡単、引っ張れば終わりだ。あれかやっぱ僕がウルトラマンだ的な、めちゃくちゃ綺麗に自立する、まあ元々のウルトラマンっぽい構えポーズ。これつま先立ちでも安定感あるの。やばくない ゼペリオン光線ポーズ超バッチリ撮らせることができますし、やっぱこのパーツ展開してるような造形になってるのいいね。まずはスパークレンスソード。こんな感じで大きく振りかぶってみたり、キーカーが剣舞器ってすごいね。まあ、でもトリガーもあれか、サークルアームズ使ってたからな。 サンプル画像ではこんな風に構え持ちもしてましたね。結構長いんだよな。でもウルトラマンスーツだったら銃重き系の方があやっぱ似合うね。重武器の方がいいかな。なのでこう脇に抱えつつ、 こっちはこっちでちょっと短くするか。重火器をぶっぱなすウルトラマンティガー的な楽しみ方ができるし、え、こっちの方はでもスーツコンセプトのビジュアルに合ってますよね。はい、こんな感じで、なんかもうウルトラマンを軍事転用しました感しかないけど、両手持ちの、ほら、こんなさ、思い通りのポーズがさっと決まるの、マジ有能なんだけど、このような超重火器系の 武器持ち状態なんかも楽しむことができます。これウルトラマンティカだからね。剣武器より重火器系の方がしっくりくるな。 はいいとうことで30フィィグゼロウルトラマンティガを紹介しましまたこのシリーズのウルトラマンスーツ関連は初めて買ったんだけど現状進次郎くんのアニメバージョンの要は B タイプですよね B タイプのスーツだったりとかセブンスーツにエーススーツあとはセブンのアップグレードキットとかタローまで発売しておりますのでウルトラマンスーツ関連はフィグゼロ系で集めようかなって気になるぐらい今回のティガスーツ良かったですねただガンガンさやっぱ遊んだから もうここのね塗装なんち,ょちょっとこの軟質っぽいところの塗装剥がれとかが気持、まあ、ちねあったりとかやっぱりそういうのはありますけどでも他のところとかは全然そういうのはなさそうなのでこの造形の密度感とかかなり良かったんで一部もう売り切れになってるみたいだけど再販とかがちょうど今あるのかななのでまたこれはウルトラマンスーツ系買おうと思います以上30フィグゼロウルトラマンスーツティガーの紹介でした